西武池袋線下り飯能行き電車が埼玉県入間郡にあるジョンソン基地のそばを通過したちょうど午後1時55分ごろ、突然一発の銃声が響きました。そして1両目のガラス窓を破ってカービン銃の弾丸が乗客の一人、武蔵野音楽大学1年生の宮村義之君の背中に命中。宮村君は死んでしまうという事件が起こったんです。さあ犯人は誰かとアメリカ憲兵隊が調べると、米軍基地の第一航空路通信隊員のピーター・ E ・ロングプリー三等兵と分かったんです。さて狭山署に出頭したロングプリーは、基地の中を見張りながら射撃練習をしようと電車を狙って撃ったところ、鉄砲に実弾が入っていたというんです。ひどい話ですな。ロングプリーはこんな調子でと実地検証してますがね、いかに不注意とはいえ人が乗ってる電車に鉄砲を向けるなんてふざけた話があっていいもんですかね。それに残されたお母さんの姿にも涙を誘われましたね。九州からはるばる上京して変わり果てた我が子の姿を見てただただ泣くばかりですよ。武蔵野音楽大学では慰霊祭が行われてました。この宮村君はアルバイトをしながら音楽の勉強をしていた真面目な青年で、お母さんは田舎でニコ用意しながら我が子が卒業する日を待っていたんだそうです。さてこの事件ですが、ロングプリーの行動は公務外の行為だということで日本側の裁判権が認められましたが、その前にもジラード事件なんてのがあったりして、まあ日本の中にある米軍基地というのはとかく複雑な問題をはらんでいましたね。